4から2から4、4から2から4とは、サッカーのフォーメーションの一つである。4人のディフェンダー、2人のミッドフィールダー、4人のフォワードで構成される。1930年代から1958年、ワールドカップまで、サッカーのフォーメーションは、WM フォーメーションが流星を極めていたが、1958年、ワールドカップで、ブラジルが、 独創的な4から2から4フォーメーションを用いて優勝した。これにより WM フォーメーションの時代は終わり、4から2から4や4から3から3が主流となっていった。4から2から4以前の戦術はすべてヨーロッパで開発されてきたため、4から2から4は史上初めてヨーロッパ以外の地域から生まれた戦術としても知られる。4から2から4とは4人のディフェンダー。 二人のミッドフィールダー、四人のフォワードという布人の意味である。WM フォーメーションは、攻守の完全分業制で5人、攻撃、5人守備の戦術であったが、4から2から4は、中盤の二人が攻守を兼業する6人、攻撃、6人守備である。攻守ともに一人分増えることになる4から2から4は、WM フォーメーションを圧倒することとなった。 1958年ワールドカップブラジル代表で、このフォーメーションを説明すると、まず4人のディフェンダーは、従来のフルバックが4人並んでいるのではなく、左サイドバックのニュートン・サントス、右サイドバックのジャウマ・サントスは、攻撃的であった。2人とも、スター選手である。ミッドフィールダーの2人は講師を兼業するキーマンで、運動量を求められた。そのうちジジは、 当時世界屈指のテクニシャンで司令塔の役割を担っていた。4人のフォワードは両サイドがウイングで真ん中の2人がセンターフォワードだった。ただ、左ウイングのマリオザガロは普段は下がり気味で、左サイドにわざとスペースを空けるのがブラジルの戦術であった。右ウイングには若手のガリンシャがいて、彼のドリブルを止められる者はいなかった。 センターフォワードの一人ババはブラジルにしては珍しく大型フォワードであった。そしてもう一人のセンターフォワードがこの大会途中にレギュラーを獲得した17歳のペレである。ブラジルのスーパースターたちの能力を十二分に発揮させた4から2から4はブラジルを悲願のワールドカップ初優勝へと導いた。20世紀中頃に一世を風靡したフォーメーションではあるものの 近年においても一部のクラブにより用いられた例がある。AC シエナや AS バーリー、アタランタ BC、ユベントス FC などを率いたアントニオ・コンテがこのシステムを主として採用し、一種のトレードマークとして認知されていた。彼は両サイドのサイドミッドフィールダーとも、ウィングハーフとも取れないミッドフィールダーを大胆に押し上げ、フォワードのウィンガーを兼用させるこの超攻撃型。 4から2から4フォーメーションを中心とした戦術で、就任当時、セリエ B だったバーリーをわずか1年で、セリエ A へと昇格させ、ユベントスでは他のシステムも折り混ぜつつも23勝15分無敗という、快挙を成し遂げ、現代において十分通用する戦術の一つであることを、証明してみせた。4から2から4で特筆すべきことは、WM フォーメーションの完全分業性を壊した。 ことである。中盤が攻守を兼業することに加えて、ブラジルは独特のラテン機質のせいもあって、ポジションに縛られないサッカーも展開した。これにより、各ポジションが攻守に貢献すべきという考えが生まれ、全員攻撃、全員守備を行うことが重要視されることとなった。これは後に、ディフェンダーのオーバーラップやフォワードの前線からの守備などを生み出すきっかけとなった。 また、この流れは74年ワールドカップの全員攻撃、全員守備を戦術化した、オランダのトータルフットボールにつながったと言えるだろう。ありがとうございます。